はいどうもポルクです。それでは今回もドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族やっていこうと思います。はい、スピンドル兵士長がご機嫌ということでね、なんか白いベールのなんか女を倒して、でなんだ輸送団の人たちはね帰ってきたんですけど、アロルドだけがいないということなんですよね。はい、とりあえずそんなことになりましたよっていうことをね報告しに行きましょう。さて玉座の間に着きましたけども、はいはい、みんないますね。魔物の正体を表し襲いかかってきましたが、まあとどめは確かにねスピンドルが刺したように見えたけど、囚われていた者たちはどこにこいつ自分が倒したということだけで満足してるからね。囚われていた奴らを助けるっていうことをね忘れてるんですよ。どうも怪しいね。あ、バレとるぞ。証をお見せしましょう。キラーン、なんだその目。なぜ魔晶石のネックスがそこに。あら、うん、封印したはずじゃなかったのか。今消えたよね、シュンって。魔晶石のネックレスが封印。冗談じゃないね、やっぱりマリーンなんかおかしいぞこいつ。はい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 、さあ魔晶石のネックレスがこのマリーンのようなやつに、マリーンの姿をした何者かに。これまどういうことなのね、よくわかんないね。まあこいつの手に渡りましたよ。貴様一体。さあグロスナー剣を抜きましたね。うわわ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 一番この正当進化やわマリーンが。何、呪術師マリーン。今までのボスの顔の変わり方異常やったんですけど、顔とか形とか見た目の変わり方が異常すぎたんですけど、これはしっくりくるね。はい、ジュリアンテ、戦を草場、ジュリアンテってあの白いやつね、前回の動画の最後に倒したあいつ。戦を起こせば手っ取り早く強い者たちを集められると考えていたのに、戦なんてどうでもいいのさ。生き返しを受けた者が気になっていたんだと、探していたんだと。うん、あれ、スピンドルが生き返しを受けた者だと思ってるね。俺らが倒したのに嘘つくから、こんな目に。嘘つくからスピンドルが狙われてるやんか。ん？どうなってんねんこれ。さあ後ろからグロスナーが。スピンドルに何をした。強いね、置いても現役なんだね。こいつの仕業だ、全部マリンの仕業。この消え方、そうアロルドが消えた時と同じだ。マリーンのせいなんですよ全部。いただき、眉も、眉もいただきになるの。古代オルセコ闘技場まで来るんだね。あ、行かなあかんのや、ここで即戦闘というわけにはいかないのね。了解です。はい、眉のもう気迫がすごいな表情が作り物すぎるぞ。ちょっと賢者マリンが魔物だったなんて、昔から結構語り継がれてた人じゃなかったんかな。はいはいはい、北西オルセコ高地を西へ進んだところにあるんですね、オルセコ高地。はい、ということでオルセコ闘技場へ向かいましょうか。はい、オルセコ高地向かっていきましょう。高地っていうぐらいだからね、結構高い感じなんかな、空に近いような場所だったりするのでしょうか。おお、何この真っ赤な地面は。
確かに高知感出てるね。でオルセコ闘技場、うん、まあなんか遠いような近いような微妙な位置にありますが、さあこいつはなんだ、戦ったことあるやつか。ブラッドソード、わからん、戦った記憶があんまりないけど、初めて見る感じもあんまりしない。まあまあまあ、でもなんかめっちゃ弱くもないし、なんかまあちょうどってぐらいかな。この辺の雑魚的がちょうどいいってことは、多分マリーンもなんかちょうどいいぐらいかもしれないね。そんなに余裕はなさそう、この感じ。あー寝ちゃったし、寝てないわ。眠りにかけようとしたエフェクトがかかっただけでしたね。ちょっとパーティーがね、僧侶と遊び人なんですよね、僕とリザーブ以外が。この遊び人がねてか大体アタッカーと僧侶おったら他何でもいいんで、適当に遊び人とかにしてみたんですけど、この遊び人がどう働いてくれるかいまいちまだねよく分かってないんで、でも適当に、はい、遊び人にしてみたという。ライノソルジャーは1匹倒していたので、もうすでに戦ったことのある敵なんですよね。でちなみにこいつはどうやったんや。ああ、かなりもう7匹も倒してるから全然お初の敵ではなかったようですね。ああこれなんか、うおびっくりした、後ろから。なんか言いながら進んでた気がすんねんけどなんか喋りながら進んでた気がするけど、ただこっちから行くと遠回りっぽいですよね。ここだってほらなんか断崖絶壁、深い谷があるんで、ここはさすがに通れないので回り道していかなあかんな。逆から行こう、近い方から行こう。なんなんあれ、剣岩ってやつか、地図に書いてある。いやー、なんだその剣岩の奥のあの建物みたいな岩も気になるけどな岩だらけですね、とにかくね。もう他にもいろんな気になるとこあるんですね、あるんですけどね、地図見たらね。バウガの風穴とか、ほら なんあれ、何あれ、なんかあるやん、ほら四角い足場みたいな奥の方にね、遠くに見えたり。いやマジでね、もう地図を見るたびに気になる場所が多すぎる。まあでもね、どうせ行っても意味ない場所ばっかりやと思うんで、もういちいち寄り道するっていうのはもうね卒業したんでもう目的地にまっすぐ向かうんで大体無駄ですからね、気になるとこ全部行ったって。あ、これが見えてたんか、さっき。これか、古代オルセコ闘技場。どんな場所なんでしょうね、オルセコ闘技場。さて、一応ルーラストーン登録しときますかね。もしかしたらやられて戻ってこないといけなくなるかもしれないんで。うん、まあ HP MP も大体全開みたいなもんなんで、このまま乗り込んでみましょう。いきなり戦闘になるかな、それともここダンジョンやったりするかな。でも闘技場でしょ、そんなに入り組んだようなとこではないと思うんですけど。お、4のコロシアムの音楽が流れてる。お、結構みんな闘技場な感じやってるんやね。古代やけど今も現役で使われてる場所なんですね。うわ、びっくりした。ちょ、音にびっくりするから。マリーン様万歳。みんなちょっとなんか変な洗脳受けてんな。これがマリーンが閉じ込めた人たちやな。ここにアロルドもおるわけや。あはは、はいいね。現役で使われてるわけではなかった、マリーンの集めた人たちがいるだけやったわ。アロルドいますよ、ここに。危ないな。何をしとんやこれ。うわ、こいつもおるやん。
何だっけ、スピンドルか。やっぱ弱いんや。生き返しを受けたもののはずがなかったんだ。すげえ歯並びやねこいつ。マリーン、奥歯が全部豆腐みたい。さあ世界の帝王になってみせるよ。強いものを集めて世界の帝王になろうとしている。さあ誰か来たよ。おっと、お、見つけた。グロスナーがこの場所を見つけてやってきた。違う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 、そうじゃない。グロスナーもさっきここに派遣されたんや。そういえばグロスナーも消されたんやったね。おっと、ダンジョンでしたと。さすがにダンジョンじゃないかと一瞬思ったけど、ダンジョンになってますね。さあなんだ、ここに落ちてる素材想像もつかん。鉄鉱石、普通のありふれた素材だった。ちょっとなんかこっから下見えたりするかな。まあさっき休憩にするかって言ってたからね、誰もいませんね。さあ誰かいるんですよね。エリガン、オルセコ王家の子孫。なんだ、でもこいつは、こいつは別にマリーンによってここに、あのなんだ、飛ばされたやつではないのね。特に敵はいないんだな、ここ。って言ってたらおるわ。こいつ敵やね。倒したことありそう。めっちゃ倒してるやん。18匹も。格下の相手のようだ。そんな強くないやつもおるんだ。ほーん、よくわからんね。道中の敵はそれなりやったんですけど。ここは格下。地図も見ずに適当に進んでるけど。うわ、黒い宝箱あるし、なんか、見たことない敵おるぞ、あそこに。白い、なんか、翼の生えた。なんだ、あいつは。さあ、格下なんで、全然、近くを通っても、追ってすら来ませんね。お、こいつは、竜騎兵じゃないか？竜騎兵ね、最序盤で出会って、いきなり、ぶち殺された。そんな敵なんですけど、もう対等に戦えるようになったか。さあリザーブ、お前のいる違いだよ。倒してしまいな。あ、やばい、噛んだ。倒してしまいな。ほら、あの時はいきなり101というダメージを食らったんですけどね、今ならその半分でダメージが済んでるよ。何バナナを踏んだって。遊び人が仕掛けたんか、バナナ。もういいよ、三河市率アップとかせんでいいから。はい、さあトラウマだった竜騎兵もね、もう普通に倒せるようになってますね。さあこの倒れてるこれもね、どうせ敵なんですよと思ったら人ですらなかったわ。ただのなんかガラクタでした。お、さっき見かけたあいつやん。宝箱を守ってる感じですね。強いんかな。かなり強そうだ。かなり強そうぐらいなら大丈夫なんですよ。ヘルビースト。さて、さあいかがなものか、いかがなものか。63、まあまあまあ大丈夫な感じですね。うん、63ぐらいのダメージの攻撃力ならそんなに大したことはないよ。ほら、もう名前赤いし。なんかすげえ、めっちゃバイキルとかかってるやん俺。余裕じゃないですか。何がかなり強そうだなんでしょうか。はい、強敵ボーナスももらえるし、馬ですね。まあこいつを倒してもね、この宝箱は開けれないんですけどね、残念ながら。さあ下の階に降りていきましょうかね。どれぐらいあるんやろな、このダンジョンは。あ、結構長めなのかな。こいつは資料の騎士かな。普通の骸骨の色ではないですよね。そうですよね。お、なんか不意をついてる。戦ったことあるかな。いや、もうなんか記憶が曖昧。狩猟の騎士なんて結構よく見る敵なんで、ドラクエシリーズでは。うわ、すごい。
すごいダメージ。何今の。いやドラクエシリーズではよく見る敵なんで。あ、討伐3匹ってことは戦ったことあったな。天でもそう、よく見る敵だから天で初かどうかがよくわからないんですよね。さあなんか、うわわわ、なんか来たよこいつ。なんや、死神貴族的な。でも色がちょっとちゃう。ボーンナイトか、強いんかな。兜割りしておこう。シュルフが下がらん。もう一回オッケー、主力を下げた。狩猟の騎士 A だけちょっと遠いのがだるいな。ちょっとめちゃくちゃ追いやるやん。みんなオノムソーじゃおりゃ。あ、そこまでやるほどではなかったかもしれん。はい、これね、ガートラント城の中のあの彫像になんか通ずるものを感じるよね。この斧持ったこいつら、これの前でお辞儀をしても声がしたりすんのかな。こっち来るとこあるかな。多分ね、ここ登っても開けられない黒い宝箱があるだけなんですけど、とりあえず一回来てしまうというね。うん、でもこいつが、あ、逃げていく。後ろ向いたぞ今。隠したんだったんかも。あれ？なんで後ろ向いたんやろ今。追っかけてきそうなもんやのにね。まあでもどうせ倒しても黒い宝箱取れないんで、スルーで。放物庫、放物庫。うわ！やっぱり黒い宝箱しかないな。早く黒い宝の鍵を開けれるようになりたい。こっちが進路かな？お！そうですね、闘技場舞台の目の前まで来ましたよ。一応壺調べてみるか。壺じゃないな、樽。でもどうせね、ろくなもんねえんだよね。ろくなもんねえっすね。いや、黒の宝箱ばっかりある。くそー、欲しいな早く。ま、なんか道を塞いでいるので一応戦っておきますか。はい、さてということで、もうね、舞台にたどり着きましたよということですよ。ちょっと MP とか回復しようか。さて、では向かいましょうか、闘技場舞台へ。うお、マリーンがいきなり出てきたね。いきなり出てきたよ。おや、あんた。おや、あんたっていうタイミングじゃなかったけどな。完璧に待ち伏せしてたタイミングで出てきたけどな、今ね。うん。感づくかな？そうなんですよ。そう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 。私があれなんですよ。生まれ変わった。なんだっけな。まあ、生を受けたものなんですよ。うわぁ！アロルド出してきた。マジかよ。待ちなさい。来てるね。マイユ。二人とも目を覚まして。うわ、マイユが行く？そんなんで目覚めるか？あのマリーの強大な魔力にやられてんねんけどな。目覚める？これで目覚めたらすごいけど。あ、無理よね。こんなもんでは。あの二人は私が止めます。マジで？そんな強いか？おわ！え？あ、マリーンがマイユに手出すんかと思ったけど、そういう展開ではない。さてさてさて、行きましょうか。とりあえずまずは可愛がります。まずは可愛がる。リザーブを可愛がる。なんかめっちゃ後ろ行ってるやん。よしよし。はい、ってやってる間に僕にバイキル通してくれました。ありがたいですね。はい、なんか強い、なんか強い、なんかよくわからんけど強いのをやられました。で、兜割りで守備力を下げていきたい。下がらない。もう一回。下がらないね。次やってダメだったらやめます。いや、遊びに結構ねいいことしてくれるんだよね。
はい、どうしても収録が下がらないので、このまま普通に装填満山とかしていきますか。一番ね攻撃入るんでダメージ、装填満山、装填満山で。あ、何がミス、あ違うわ、マリンが何かをしようとしたのがミスなのね。遊び人が置いてる爆弾がねめちゃくちゃダメージでかいんで、それもいいですよね。はいはい、誰かが痛恨、誰かが痛恨食らってますけど、回復がちゃんと間に合ってるので、痛恨に回復を合わせてくれてるので全然ヤバゲではないです。さあ毒キノコは遊び始めた、ダジャレを言っている。そのダジャレがどういう効果があるのかわからんけど、いやなんかずっとねこの壁際におるんですよね、なんかこのボス戦の戦闘ずっと壁際でやってる。さあですけど全然多分これ余裕だな、これ多分余裕なやつですね。そろそろじゃないでしょうか、まだか、あと一撃ぐらいで終わりそう。リザーブもダメージ与えてくれてるし、はいはいはい倒しました、余裕やん、余裕だった。はーい、なんかちょっと不安だったんですけど、レベルもそんなに上げまくってるわけじゃないし、パーティーもそんなに思いっきり強い編成にしてる感じでもなかったんですけど、余裕でしたね。スリに合うようなおまぬけさんがこんな力を、そう生き返しを受けたものです。はい、おお、この紫の玉が一気に、あははあはは、あこいつさっきのピエロやん、さっきのっていうか前回の動画の最後に出てきたやつなんですけど、おーこれどういうこと、ケキちゃん、ジュリマリ姉妹、なんのこっちゃ、やっぱこいつ悪いやつやったね、ケキちゃんやったってこと、賢者マリーンが。本当にこれ怖いのこれからだよ、この旅芸人なんやねん、あの方に報告報告、あはははと。とりあえずこの辺のみんなは無事に正気を取り戻したようですね。おう、オッケーオッケー、さあ帰ろう。マイユもすごかったね、あの二人をずっと抑えてたってことですもんね僕らがマリーンと戦ってる間やるやん。はい、ということで、ガートラントに戻りましょうか。お、ここ空が空いてますのでルーラーが使えます。お、盛大に迎えてくれてるやん。はい、あそういう敬礼なんや、僕の知ってる敬礼ではなかった。はい、連れてってくれるのね。うん、はい、あざっす。なんかただただ悪いやつ倒しただけな感じですね、このガートラントのストーリーは。はい、いや確かにこいつすごかったよ、マイユ純粋な愛の力だけでここまで戦えるとは。本来のものではありませんでしたから、ああ操られてることによってちょっと力が弱まってたんかな、謙遜だったんかもしれませんけどね、マイユの。はい、マイユにもあげてよキーエンブレム。おお、
いつ見込まれたっけ見込まれましたっけ、なんか。おう、想像もつかないような使命ね。いずれまたどこかで会うだろう。会うんかな。はい。いや、その肩の角守ってる、それが気になるわ、ずっと。はい、ということで、まあ今回はここまでかな。ゼラリム、そんなやつおったっけ。多分なんか、これ王がを選んだ人の初めのストーリーならしっくりくるんかな、ちょっとね。ゼラリム、あれ誰やったっけ、ゼラリムって。この部屋の階段上がれば姫に会えるだろう。姫って誰やった。他の大陸でもよからぬ問題が。これキーエムレム何個目やったっけな、僕。 8?8 かな、8個目のキーエムレムを手にしたんですかね。あと残るはどことどこでしょうか。ドワーフのとこ、ドワーフの2つ目と、ここやな、ウェディの2つ目を取ってないから、そこを取りに行きましょう。その前に、なんだっけ、ゼラリム。あ、そういえばなんか病気やったんね。まさかマリンが魔物だったなんて。ゼラリムに会えんの今やったら。お、開きましたね。ゼラリム姫。あー、なんか、もう大人やん。なんかまだ子供なんかと思ってたわ、なんとなく。勝手に。ぬいぐるみ屋さんが開店して体操繁盛してるとか、ちょっと怖いな。ケキちゃん売られてんじゃないの。チョコシン、チョコ髪ぬいぐるみ。ほう、そんなんでいいんや。外の人みんな、みんなってか、ちゃう、外の人はもっとなんか大変な試練がゼラリム姫にはとか言ってたのに、ぬいぐるみ屋さんでぬいぐるみ買ってくるだけでいいのね。この肩の角のとこだけ開いてんねんな、この服。まさにオーガのための服ですね。アロルドはね、守ってたけどね、その角をしっかりと、片方だけ。なんで片方だけ守ってんねやろな。気になるわ、両方守ればいいのに。はい。ということで、これも開けられないということなんで、今回はここまでにしたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。